留萌鉄道は1928年昭和3年に設立された私鉄です。鉄道は2路線あり、恵比島駅から上流の昭和炭鉱方面に延伸していた炭鉱線と留萌港を取り巻く海岸線がありました。両路線は国鉄留萌本線より輸送を行い、今回紹介する炭鉱線は旅客と貨物営業を行っていました。恵比島駅から昭和駅の 17.6 キロ区間は沿線の昭和炭鉱と浅野炭鉱から産出された石炭を留萌港に輸送していました。歴史については、戦前の1930年昭和5年7月にまず恵比島から立別駅間の14キロ区間が先に開業しました。そしてその3ヶ月後の10月に立別から昭和駅間の 3.6 キロ区間が相次いで開業。さらに昭和駅から上流の佐々木沢の 2.35 キロ区間は敷設免許があったものの未着工のまま終わっています。留萌鉄道の昭和30年代の貨物量は年間約45万トン。これは青森県で毎年収穫されるリンゴの収穫量とほぼ同じです。旅客数は年間約45万人でした。これは昭和炭鉱の人口が最盛期で約4000人だったことを考えれば驚異的な数字です。しかし1968年昭和43年12月に国内炭鉱の整理統合政策が明確に示されると、一気に沿線の炭鉱が消滅しました。翌1969年昭和44年5月1日に留萌鉄道全線の営業が休止、1971年昭和46年に全線が廃止となりました。左手に見えるホロピリコはホロシン立別川の上流。1996年平成4年に沼田ダムの完成によって川がせき止められました。海抜138メートルに位置し、周囲17キロ、面積 2.8 キロ平米の人造湖です。こちらも夕張のシューパリコのように、ダムの底にはかつての浅野炭鉱の町並みや留萌鉄道の廃線跡、国内史上2番目の獣害事件である石狩沼田ホロシン事件の舞台などがダムの底に沈んでいます。現在向かっている昭和炭鉱は1930年昭和5年1月に開業しました。埋蔵量は2億トンを超えるとされ、硫黄分が少ない良質な石炭、積み出し港の留萌港に近いなどの好条件もあり、国内屈指の有力炭鉱とされました。第二次世界大戦中は労働力不足を補う目的で中国人や朝鮮人の強制労働が行われました。しかしエネルギー革命の進展や安全対策に要するコスト増など、多くの断層による計画的な採炭の難しさが加わり、1969年昭和44年4月30日にわずか39年の歴史とともに閉山に追い込まれてしまいました。この正面に見えている昭和二俣林道の奥地には、最盛期に4000人が生活をしていた集落が無人の廃墟として現在も残っており、戦後に当時としては最先端の生活ができた単住アパートや、全国的にも珍しい随道マーケットがかろうじて原型をとどめて残っています。
歩き始めて22、3分ですね。8時37分、鉄橋跡らしきものがあります。川は雨水じゃないんですけど、元からまあこういう色が湖まで続いてます。8時41分、約 1800m ぐらい歩いてきまして、この中央も、留萌鉄道の橋脚跡と思われるものがあります。川はこの右から左に向かって、流れています。進路はこのままこちらの方角ですね、北に向かって進んでます。もう先ほどの橋脚跡からまだそんな時間が経ってないんですけども、まあいろいろとこの辺りから、炭鉱の遺構らしきものが出てきました。これはまあしっかりしてるコンクリートの橋ですね。今からこの橋は渡るんですけど、この先はかなり、炭鉱の遺構があるんじゃないかと思われます。8時52分ですね。歩き始めて30分ちょっとが経ったんですけど、あ、これもこれは鹿の足跡です。もう鹿の足跡がすごいあります。ちょっと写真撮ったり動画撮ったりしながら歩いてるんで、多分時間遅めなんですけど、まだ 2.2 キロぐらいしか進めてないので、あと、1キロちょっと行くと炭鉱群があるのかなと思います。まあここ、まあ、ちょうど今今日5月の半ばなんですけど、さっき歩いてきたところはちょっとまだ雪が残ってたり、あとやっぱり昨日は雨降ってなさそうなんですけど、雨上がりだと、結構こう下がぬかるんでるんで、まあ、もしここ来られるんであれば長靴とか、まあ、登山靴じゃなくていいと思うんですけど、まあ、汚れてもいいような足回りで、来た方がいいんじゃないかなというふうに思います。ほとんどこの林道自体は傾斜もないので、非常に緩やかに、まあのんびり、まあ、熊だけがちょっと怖いんで一応辺りはキョロキョロ見ながら歩いてるんですけど、ただ歩く分にはほぼ平坦なんで、楽に歩くことができてます。まあ、いろんなものをこう見つけながら歩くのも楽しいので、景色がちょっと変わらないんですけど、そんなものを見つけながら、歩いてるところです。まあ、動物で今鹿の足跡もあったんですけど、まあ、熊らしきものの糞だとか姿っていうのは今のところないので、まあこの後もちょっと気をつけながら、進んでいきます。ここは 2.5 キロぐらいの場所ですね。ちょっと辺り一面が雪だらけになってきて、まあ、気温が下がってそうな、まあ、冷蔵庫の上を歩いているような、そんな感じです。まあ、雪は閉まってるんでそんな歩きにくいってことはないんですけど、まあ、そこそこ多分これ積もってますね。そこにもなんかコンクリートの柱、もうこの辺は動物の足跡がたくさんあります。まあ、おそらく鹿でしょうね。
二手に分かれる道があって、そこを右手方向をこの画面でいう左側からずっと、これちょっと丘みたいになってるんですけど、これをぐいーっとこう登ってきまして、このままこちらの方向に進んでいきます。ちょうどあのこの画面でいう左奥が先ほど歩いてきたところなんですけど、その辺りからこう坂になってるんで、その坂になった分だけ雪がこのような感じで、ちょっと高い場所は雪が溜まってまして、ちょうどまあ境目だったのかなという感じです。今こう坂をずっと上がってきてるんで、ちょっと暑くなりました。距離も3キロぐらいもう進んでますんで、もう本当に間もなく 3.5 キロ地点には着くんじゃないのかなと思います。ちょうど1時間近く時間が経とうとしています。こう至る所でそうなんですけど、右側からこう左側に向かって雪の重みで木々が倒れちゃってますね。まあでもこれ元々はこう直立してたものがこの道のところに倒れ込んできてるだけなので、まあ、ほとんどあの車全然こう行き来できるぐらいのスペースはあります。昔話に出てくるような、漫画に出てくるような自然の地形を生かした川ですね。もう1時間以上歩いてるんですけど、道を間違えたかどうだか、まあ道路ありますけど、なかなかメインの目的地に着きません。18分、歩き始めて2時間が経ちましたが、先ほどこの二股の道を、今この歩いてる方向に来たので、今度はこれを右に行ってみようと思います。ここまでの、累計歩行の距離が、5.7キロ、1キロぐらい戻ってきたところです。なのでまあおそらく 500m から1キロぐらい進めば、本来であればこの先に炭鉱があるのではないかなと思います。相方くんもあそこにいます。まあ、ここも変にくぼみができてますんで、鉄道跡なのか、まあ、何かしらあったのではないかなと思います。そこの橋を今渡ってきて、これから左側に向かって、進んでいきます。もうしかも分かっているようで、この黒くなっている部分は、鹿たちがずっと歩いていった足跡です。これをたどっていくと、どうやら何か建物みたいなものが奥に、見えてきました。ようやく着いたようです。これも熊の足跡だと思います。僕28センチあるんですけど、ほとんど変わんない、それより大きいですね。横幅はもう見るからに大きいんですけど、熊が向こうに向かったんでしょう。でこちらにですね、ようやくこれがちょっと、これは鉄分、ちょっとオレンジで
油っぽいのも浮いてますね。この中はちょっと水が滴ってるんで入れないと思うんですけど、結構下がぬかるんでます。おそらく上から炭を落としてた、石炭を落としてた場所なんじゃないのかなと思います。結構鉄分が多いのか、下はオレンジ色というか茶色っぽい水になってます。これはおそらく雪解け水が今ポタ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 垂れてますね。突然山道からこんな感じでコンクリートの要塞が現れました。ここはもう右側とこの左側両方作りは同じですね。上にこう蓋があって、そこから下にこう落としているような感じです。これが随道マーケットですね。入り口になります。ちょっとこの後、まあこの川は多分越えられると思うんで、あの中まで、行ってみようと思います。見えてきました。こちらが炭鉱住宅、通称炭住と呼ばれる、炭鉱夫の家族が住んでいた、住宅です。実際、使用した閉山してからの歴史については、動画内で解説した通りです。ちょこっと覗いていきます。